それは不思議な時間だった。三つの体が重なってゴールを目指したとき、時間が止まってしまえばいい。お互いがそう思った。名前に刻まれた一等星の運命を導くよう、青い勝負服が最初にゴール板を横切ったとき、その時間は終わりを告げた。その星の名はアドマイア・ベガ。ゴールというエンディングに向かって走っているのに、どうしてだろう。いつまでもいつまでもこの時間を一緒に走っていたかった。